こっちこっち、やっと来たね。あれ、なんかちっこいのを拾ったって聞いたけど、どこ？わからない。から出てきた。いい匂い。北楽野原の時も今みたいにこうビュって出たってこと？はい、あの時残像と戦っている最中に彫像から感じた強い力の揺らぎ。対峙した2つの力が衝突し、激しい振動の後負けた一方が消えてゆく、そんな風に感じました。ですが紀炎将軍と漂白者さんと合流し、ようやく分かりました。漂白者さんの体から姿を現したこの子が溢れる名式の力を防いだ、いえ飲み込んでしまったのです。その後体が心配だったこともあり、私たちは漂白者さんを連れてすぐに研究院へ向かい、白紙を尋ねました。検査の結果分かったのは、この子こそが漂白者さんの体内にある空間、あるいは生物だったということ。ですがこの子の周波数は残像を構成する残響と近く、どちらかというとデータドックに変えられた音階と似ています。でもその宿主はデバイスではなく漂白者さんです。漂白者さんから離れることができない、一人で行動することができない。つまりこの子は漂白者さん専用音階と考えられます。白紙が出した結論はここまでです。周波数エナジーを吸収したのはあなた自身なのか、それともこの子なのか、それとも両者の力が合わさった結果なのか。それに対して白紙はこのように解析しています。漂白者さんの体内に無感者と同源、かつそれ以上に強い力が存在していることが分かりました。おそらく北楽野原で倒したあの残像の力です。この子が吸収したはずの力がなぜか漂白者さんの中にあり混ざり合っている。つまりこの子と漂白者さんは恩害と宿主の関係だけでなく共存の関係にあります。そうですね、漂白者さんとこの子は別の存在なのですが、もう一方の影響を受けることがあります。体力や体調に左右されたり、相手と近い、もしくは同様の感性を持つといった具合にです。つまり片方が強くなるともう一方はそれ相応に強くなる。でも片方が傷ついたらもう一方がその痛みを感じる可能性もあります。幸いこの子は単独で活動できません。攻撃を受けることはまずないでしょう。万が一誰かに狙われても漂白者さんの体に入って身を隠すこともできます。こんなものだったかな。白紙、召集に現れたソノラに言ってしまって、本当は彼女の口から直接お話しするべきだったのですが、私が代わりに説明させていただきました。待て待て待て、情報量多すぎ。つまりこのちっこいのが一緒に名式を倒したってこと？本当かな。こんなちっこいののどこにあんなデカブツと戦える力が。我実はすごいんだぞ。いや違った、我はすごいんだぞ。検査をやったあの冷たい女もびっくりしてたな。我は波の恩返じゃない、蝶が何個もつくとんでもないレアモンだって。確かに少し大げさかもしれませんね。
でも白氏が驚いていたのは事実です。宝竜以外の国ではもっと知能が高い恩外も存在していて、人々の生活に関わっていると聞いたことがあります。しかしそれは希少な事例で、私そして生態の研究者である白氏でさえ見たことがありません。もしこの子がその恩返の一種なら、きっと白氏も驚く大発見ということなのでしょう。ってことは、こいつのことが分かれば同じような恩返をもっと見つけられるかも。それでお前、どこで漂白者に吸収されたかは覚えてるか？ふい、そんなの知ったこっちゃ。いや、そんなのこいつに聞けばいいじゃん。そうそう、吸収されたのは明らかに記憶喪失の前に起きたことだし。でも恩返は召喚された後のことしか記憶できませんよね。だからこの子も。話のわかるやつがいたな。同じことをあの緑の仏頂面にも聞かれたけど、北楽の原よりも前のことは一切記憶にないんだ。多分こいつの体の中でずっと眠ってたからな。眠ってる間のことはわからなくても仕方ないだろ。眠ってた？あんないろんなことが起きて、あんないっぱい戦ってたのに何も聞こえてなかったの？それもあんな長い間？ぐっすり寝すぎだろう。うんうん、プライバシーは重要だもんな。わかるわかる。安心しろよ、お前の体の中は妙に心地いいんだ。中に入ったら一瞬で眠くなって何も聞こえなくなる。厄介なのはいつ目が覚めて外に出れるのかわからないことだな。それに外に出てもすぐ腹が減って眠くなって、それでまた中に戻っちゃう。うん、やっぱり腹が減ってるのが全ての原因だ。以前急に現れてすぐ消えたのはそれが原因だったのですね。確かに恩返はデバイスのエネルギーが不足していると力を発揮できないことがあります。そっか、いろいろと普通の恩返と違うのかもって思ったけど、結局ほとんど一緒なんだね。となると名前もまだないってことだよな。みんながちびっこちびっこって呼んでたから、てっきりそれが名前かと思ったよ。名前？何それ？そのものの呼び方、つまりあなたをどう呼ぶかということですね。恩返の場合、その特徴や能力をもとに名付けられます。我の名前全然覚えてない。我名前がない？ダメだ、それは他のやつにはあるのに我だけないのは嫌だ。何がちびっこだ、適当すぎる。お前が言うような特徴も威厳もないじゃないか。そうだ、名前をつけてくれ。代わりに食べ物を分けて。まあもうなかった。じゃあさ、今度うまいものがあれば取っといてやるから、とにかく我に名前をつけてくれないか。名前を？今？そう、今だ。だってお前がシカで、お前はヤンヤンだろ。あとお前は、変な名前。あれ、確か記憶喪失なんだっけ。じゃあこれは、
名前がないのは不便ですし、何より新しい名前は新しい人生を歩み始めた証となります。そうそう、お前まとめるのうまいな。お前らは全員名前がある。我もちゃんとした名前が欲しいんだ。もちろんもっと覇気があって特別ですごく強い感じの名前でも全然いいんだぞ。一度つけられたら一生使う名前なんだぞ。適当につけて後から後悔しても遅いんだ。それもそうか。強くて覇気がある、スーパースペシャルダイナミック音階。絶対嫌だ。なんだその安直なネーミングセンスは。ちびっこと変わんないじゃん。はあ、スーパースペシャルって変身の時とかのお決まり文句じゃん。じゃあ耳がなんか変で飛べるから、空飛ぶヒーロー、空飛ぶ戦士、空飛ぶ義足。やだやだやだ。お前は何言ってるんだよ。我が求めてるのはな、こうこうこうってなんだよ。私は翼の英雄って呼ばれてすごく嬉しいよ。覇気だってあるし。そうか。とにかく我の名前としては不十分だ。脅迫者がきっといい名前をって、なんか適当すぎない？まさかお前も何も考えてくれないのか？短いし覚えやすいし、あんなスーパーなんとかよりは全然いい。ただあんまり特別感と覇気がないけど。ずっと黙ってるけど気に入らないのだろうか。短いし覚えやすいしユーモアもある。こんないい名前はそうそうない。アブラクサス。え？なんだって？ラとかクとか呪文？アブ、まあ言いづらい。でも我の名前はこんな感じかなって。決めた。アブはいい。アブに決めた。せっかく漂白者がつけてくれた新しい名前だからな。まだちょっと慣れないけど。とにかく今から我はアブだ。今度ちびっこなんて言ったら容赦しねえからな。わかったわかった。最初はちび、アブの出自をたどって手がかりを探そうって思ったけど、これって結局名前をつけただけだよね。本当に何の手がかりもないの？でももしアブの出自がわかれば何かのヒントになるかもしれないよね。レイン様と妻子を待たなくても漂白者のことをもっとわかるかも。でしたらアブの能力について調べてみませんか？アブは特別な力を持っています。それも名式に抗えるようなとても強力な力です。
なので、その能力と現存のデータを対比すれば、アブのこともわかるはずです。なんであんたはそこで疑うんだよ。現場にいたんじゃないの？じゃあ、アブの力見せてくれる？正直私も興味津々なんだ。何か大発見になるかも。ははしょうがないな。見せてやろうじゃないか。でもここは屋内でやりづらい。少し移動しないか？見るがよい。うわっ、あれ、なんで？これはなしだ。うはこれは調子が悪いだけだ。これはたまたまで、できないわけじゃないぞ。前は漂白者の前に我は立ってただけ。名式だっけ。あれは勝手に倒れたんだ。つまり何もしてないってこと？そんな言い方ないだろ。言っただろ、我はずっと眠ってて何も知らないって。あの時は急に強くてうまそうな周波数の匂いがして、それがどんどん近づいてきて、だから特に何かしようとしたわけじゃないんだ。ただ外に出てこうバーンって防いで。ということはアブの能力は自分の意思で発動することができない、あるいは何かしら条件が必要ということですか？もしかしてまだうまく扱うことができないとか。一理あるな。漂白者の体外にとどまることもろくにできないし。おいそこまで言わなくたって。我はただ本調子じゃなかっただけだ。適当に防いだだけであんななんだぞ。本気で戦ったら天変地異が起きちゃうんだぞ。だからこれから危ないって感じた時はおとなしく我の後ろに下がるといい。やる時はちゃんとやるからな。律儀だね。もちろんだ。我はとても強いからな。こいつを守らなきゃダメなんだ。これでまた振り出しに戻りましたね。そうなると残る手がかりは。あなたとアブの関係は謎に満ちています。ですがあなたが記憶を取り戻した暁にはおのずとその答えも明らかになるはずです。最初は未来を見通す力を持っている。あなたがレイン様の言葉と最初の予言を聞いて北楽野原へ向かったように、全てはその予言通りに動いています。そして名式が起こした危機が去った今、もう一度レイン様と最初に出会うことができれば、あなたが追い求める全ても明らかになるでしょう。心配しない心配しない。最初ってやつと会って記憶を取り戻すってだけだ。我が一緒にいれば問題ない。しかし未来を見通すか、随分と強そうに聞こえるな。そいつ名前もいい。我に劣らない覇気を感じる。どん
なやつなんだ。どこで会える？会いに行くなら客人としてか？だったら何かご馳走があればいいんだけど。最初は私たちを守ってくれる存在、強くて当然だよ。しかしまた食べ物の話か。さっきまであんなに食べてたのに。お前の胃袋は底なしか。仕方ないだろ、お腹空いちゃうんだから。脅迫者、聞こえたか今の音。もう腹が減って腹が減って。な、この前ヤンヤンとシカと一緒にいたあの店に行かないか。あの味が恋しい。あう、うめー。おいおい、何ぼーっとしてんだよ。うまいもんがこんなに並んでるんだぞ。もしかして食欲ないのか。食べないなら我が全部食べちゃうぞ。なあ、一日中こんな調子でいるつもりか。まさかまだあの変な夢引きずってるんじゃないだろうな。確か最初の夢、それも彫像のとこで思い出したのと同じやつ。そうそう、採取がビューって飛んできて、竜の形をした山に連れて行ってくれたんだよな。そこには残像がいっぱいいた。でも襲われる前に採取がコーチンを守ってくれた。やり方は確か、なんだっけ、あそこの時間を外とは違うように変えた。そう、山全体の時間の流れがすごく遅くなり、残像が入ってこれなくなった。つまり時間を歪ませ、区域内外に時間の差を作り出して結界を敷き、居住地と残像を分断することで中にいる人々を脅威から守ったけど、なぜか夢の中の自分は結界の影響を受けなかった。お前は我の友達だぞ。特別な力の一つや二つあってもおかしくない。夢に出てきた山の名前なんだっけ。思い出せないな。上昇山、多分祭司がそう言っていた。上昇山、聞いたことないな。お兄さん、上昇さんを知らないのかい。さては外からの人か。なんだなんだ、上昇さんを知ってるのか。何、恩外が喋った。喋る恩外は確かに稀だが、そこまで怖がる必要はないだろう。確か外国のどこかですごい恩外がたくさんいると聞いたことがある。お兄さんは外の人間なら知らないのも無理はない。伝説によると、かの上昇さんこそ今州で最も古い場所。山の形は最初の核の姿そっくりなんだ。しかし俺は生まれてこの方、そこにたどり着いた者の話を聞いたことがない。山へ行こうとした者は皆皆無に迷ったのか、二度と帰らなかったそうだ。興味があるなら南東へ向かうといい。延長の沼の東の海からだと上昇さんがよく見えるからな。南東か。こ
ここ数日、特に今朝、南東の方角から妙な匂いがしたんだ。とんでもなく強い周波数エナジーの匂い。正直我にもよくわかんないけど、とにかく不自然な匂いだった。お前の言った時間が遅くなるってのと何か関係あるかもな。お前そこに行くつもりなのか？記憶の中で俺は妻子と会った。その場所は上昇山かもしれない。今この瞬間も何かを探さないといけないような気がする。まるで得体の知れない力に導かれているかのように。そういえば変帝で今週は妻子を探し出すと言っていた。それと情報を教えてくれるとも。でも今のところ変帝からの知らせは何もない。じゃあまずはそこに行ってみるか。何か裏がありそうだけど。アブ、また寝るの？うん、少し寝る。大丈夫、ちゃんと聞いてるから。何かあったら読んで。漂白者、どうしましたか？レイン様は上昇山に向かわれました。現在は不在です。レイン様とはここ数日連絡が途絶えています。はい。ですが今週は名式との戦いから立ち直ろうとしている最中、このことは口外無用でお願いいたします。以前スカーを審問した際、彼は妻子を監禁したのはフラクトシデスだと言いました。実はその時レイン様は妻子とのつながりを失っていたのです。本当に妻子がそのような状況に置かれている、あるいはその情報が悪意を持つ何者かに渡る、これは名式にも匹敵する危機となり得ます。そこでレイン様は妻子の安否を確認すべく、妻子が最後に姿を現した場所上昇山へと向かわれたというわけです。それがレイン様はお一人で向かわれました。名式の復活に際した今週のため、そして妻子のためを思い、お一人で。レイン様に信頼されたあなた様であれば止めることなどいたしません。それでも上昇山への道は危険を極めます。おそらく案内人の同行が必要となるでしょう。今は延長の沼近くの渡し場にいるはずです。後で私が話を通しておきましょう。まずそちらに行ってみてはいかがでしょうか。あの方なら私より上昇さんをよく知っているはずです。レイン様の決断を信じています。だから私はただ与えられた命に従えばいい。でもこの不安は消えません。最後に聞いたレイン様のお声、明らかに弱っておいででした。どんなに取り繕おうと私にはそれぐらいすぐわかります。レイン様、どうか拳で、あなた様もどうかお気をつけください。
私場の位置はデバイスに転送しました。レイン様をどうかよろしくお願いします。あ、そういえばあの妙な匂い結構うまそうだけど、あんまり食えそうなものじゃないって感じだな。腹は減ってないけど眠いんだよ。なんか食べた後って眠くなるだろう。キャップ。まあ危なくなったら我は目が覚めるんだ。お前を傷つけるやつがいないなら我はずっと眠って。まずは私場に行こう。上昇さんの現状についてあの案内人に聞けるはず。雨にお困りかな？それは奇遇。わらわも人を待っているだけだからね、漂白者。ええ、案内人の調理よ。雨が止むまで少し話をしようか。漂白者、あなたは上昇さんについてどれくらい知ってる？こんな話聞いたことあるかな。昔々、山に入った木こりが道中で業を打つ者たちと出会い、彼らの盤面の行方に見とれてしまいました。しばらくして我に帰った木こりが急いで山を降りると、なんと見慣れた景色が様変わりしていたのです。つまりその山は秘境、時間の流れが他と違う。山で半日でも過ごせば外の時間は100年ぐらい過ぎているだろうね。で、上昇さんもその類の秘境というわけ。でも伝説と違うところもある。それは上昇山に入る者に課される代価。山で一日を過ごすたび、外での寿命が10日分失われるの。それに今の上昇山は伝説とか関係なく複雑だしね。歳月人を待たずと言うけれど、上昇山での歳月を司っているのは歳首。一瞬も晩年も全てはその手中にある。もし本当に歳首がフラクトシデスに監禁され能力の制御を失っていれば、今の上昇山は時間の乱れが生じ、死の吹きだまりとなっているだろう。時間はあくまでも寿命の単位。客人が赴くのなら案内人がお供するのも至極当然のこと。今世はそこにとどまりすぎた。
三家の目はごまかせないってわけね。上昇山に行く前、魂師の体に竜鱗が現れ、共鳴能力が弱まっていった。それは採取の異常を物語っている。わらわがこうして案内人の席を全うしているのはそのため、そしてあなたをここへと導くため。この前傘下に指示を出しておいた。偏邸で魂師の行き先を聞かれたら素直に答えるようにって。わらわの知る限り、採取はあなたと深い関係を持っている。それにフラクトシデスが目をつけているのはあなただけ。この前のあいつらの言動、あれはあなたの決断を揺るがすためのものだった。つまりあなたの介入はフラクトシデスに大きな影響を与える。とりわけ今回はね。高蘭類書に採取が降臨した後に上昇山に入り、数日後平然と山を降りた人物の記載がある。またその人は採取の隣に並んだとも記されている。そして今その人物とよく似た人がこうして目の前に立っている。もしかしても何も、今はわらわとあなたしかいないでしょ。この答えを見つけるためにずいぶん苦労したよ。漂白者、今回は危険な旅となる。一度足を踏み入れれば簡単に身を引くこともできない。覚悟はできてる？案内人、そして舵取りとしてわらわも共に参ろう。こたびの打ち手はあなたにしか務まらない。雨足が弱まってきたね。漂白者、出発するとしようか。
ここが上昇山。最高浜を抜けた先に結界がある。行こうか。待ちわびている誰かのためにもね。これじゃあ先に行けないね。形と模様を見るに、食帝が作った何かね。もしかして素粒子。採取の能力を模して作られた装置よ。これを使うと一定範囲内の時間が過去へと遡る。師匠から聞いた話によると、食帝の人たちは異常な時間の流れに浸水し、自らの命を犠牲にしてこの山に入った。で、その狂気の結晶がこれってわけ。上昇山以外でこの手の装置を見たことがない。でもここは結界の外側なら、これを作った人は寿命の代価を相応に支払っているはず。仮にその人が命を落としていたとしよう。研究熱心な食帝が装置をここだけに留めておくなんてことあるのかしら。それとも上昇山から離れると素粒子自体が機能しなくなる。この装置、古びているけど表面はほこり一つないほど綺麗。きっと誰かに使われたばっかりね。ではここは一つ試してみようか。食帝の人は死を恐れないの？狂人には死だとか命を大事にするという概念がわからないのだろう。信念のため惜しむことなく己が命も燃やす純真。あまり真似したくないものね。漂白者、気をつけて。フラクト死ですよ。フラクト死ですの仕業か。最高浜のあちこちに待ち伏せがいる。あなたが来るってこと、バレバレだったみたいね。洞窟の入り口が塞がれてる。これは遮断光膜。これも食帝お手製のものね。これを解くには特別な方法が必要。じゃあわらわの指示通りに頼むよ。遠距離の攻撃で最高城を破壊すれば遮断光膜も落ちる。この洞窟を出れば時間の流れの影響を受ける場所、
くれぐれも注意するように。やっぱり影響は受けない。うん。本来は外より遅いだけだった。外に出なければ影響は一切ないほどのね。しかし今ここを満たすのは制御の効かない時間の乱れ。穏やかだった流れは激流へと変貌した。あるところでは時が高速で過ぎ去り、反対にあるところでは逆行する。完全に止まってしまった場所だってある。今の上昇山から出るのはあまりに危険。寿命への影響が全く予想できないからね。外に出たら老人になっちゃったぐらいなら全然マシだと思う。きっと外に出た瞬間骨になるというのがオチだろうね。それこそ流れの影響を一切受けない人でない限り。何よりも不幸なのは巻き込まれた罪のない生き物たちか。狂った時間により突如与えられたその苦しみ、とてもわらわの想像できるものではない。だが予感は確かに的中した。祭主はフラクトシデスによって監禁され、能力の制御を失っている。ずいぶんと嫌な予感が当たっちゃったもんだ。デバイスも動かない。これじゃ今氏に連絡も無理ね。ま、こんな状況なら当然か。今氏だけでなく上昇山の住民たちも危険にさらされている。漂白者、急いで高地へ向かうわよ。あそこは上昇山の中心で居住地。祭主を探しに来た今氏も必ず通っているはずだからね。ひどい状況。時間の流れの影響がこれほどとは。調理は大丈夫？今のところはね。祭主が制御を失う前に何かしらの策を施したのかもしれない。それでもこの安定がいつまで持つかはわからない。漂白者、わらわの身に何が起ころうと決して足を止めるな。ただ自分のなすべきことをなせ。漂白者、どうした？コーチンを？それは上昇さんに間違いないね。となるとその夢は高蘭類書の記述とほとんど合致するね。100年前残像が光竜に侵攻した時、高鎮もまた戦場となり壊滅寸前のところまで追いやられた。でも祭主が天より舞い降り時間を操る力で残像を退治した。
コーチンはこうして守られたという。漂白者、その夢は単なる夢じゃない。それはかつての記憶、そして導きだ。コーチンは上昇山の中心。わらわたちを探しているのだったら確かに効率的ね。そう、でも網であれば目もあるはず。共鳴能力を使った形跡。フラクトシデスのではないな。根子か。どうやらやけに差し迫った状況だったみたい。これはコーチンの人とも何か関係ありそうね。あとはこの先に続いている。これをたどろう。漂白者、くれぐれも用心は怠らないように。音が途切れた。フラクトシデスのメンバーが反撃を受けてる。これはあの子がやったものね。この調子で能力を使っていたら身を削る消耗は避けられない。でもあの子にだってそれぐらいはわかるはず。ならコーチンの人を避難させたということ。チョリ、あとはこっちに続いてる。来たね、行こう。池の近くでまた消えた。漂白者、この辺りにあるものに。この花瓶気になる。滝の裏に何かある。ここにも遮断光膜がある。今回の再工場は3つ。漂白者、遠距離攻撃で解除をお願いね。終わっていませんので。お前たち何者だ。待ちなさい。シーン様、この方はコーチンの客人です。今週の連員に続き変定の作詞、ここも闘争の火中に放り込まれたというわけですね。チョーリー、お久しぶりです。神医様、変定での任を辞した後隠居されたと聞いていましたが、お互い望まぬ形での再会となってしまいましたね。ええ、私もコーチンの外と関わりを絶って久しいですが、こうも次々と異変が降りかかればそうも言っていられません。こちらの方は？そうですか、
私のことは真意と呼んでくれて構いません。では二人とも一緒に来てください。あなたたちが探しに来たお方ですが、つい先ほどここを立たれました。今頃後天石に到着したところでしょう。外の人が食堤遺跡と呼ぶ場所のことです。真意様、詳しくお話しいただけますか？それは大丈夫。他の者は、逃げ遅れた者はいませんか？生存者の退避はすでに完了しています。よかった。そのまま身の安全を守ってください。最初の共鳴者である世が核の存在を感じられなくなりました。世の共鳴能力も弱まってきています。おそらく最初も危険な状態に。神様、乱れが発生する前に最初の居場所を教えてください。世の力で時間を安定させられる範囲はごくわずか。これが世の限界。この災難を真に解決できるのは採取だけです。乱れが暴走するとき、採取が休眠する場所、流民邸に向かったのを目撃しました。フラクトシデスに囚われたのもおそらくその時でしょう。しかし相手は採取の機関によって発動する防御装置の存在を知らなかったようです。装置の作動に気づいた我々は、なんとかフラクトシデスの一部を倒すことができました。ですが、この状態の流民邸を再び解放するには、後天石で封鎖を解除する神格を手に入れ、密室の制御装置で使用する必要があります。わかりました。でしたら世はすぐに後天石へ向かいます。その体では無茶です。ここは私に任せてください。世が離れればフラクトシデスが襲ってくるかもしれません。ここに残るものが必要です。皆を頼みます。わかりました。あなたの命であれば従いましょう。ここへ来る前に聞いた、いずれ戦う運命にあるという予言。きっとこの一戦は今週の行く末を決めるもの。フラクトシデスの空ごとをやすやすと信じるつもりはないが。採取よりも強い存在となった時、今週の未来をつかむことができるとの予言もある。このことについて
もっと詳しく聞かなければ。このようなことがありました。まだわからないことがあります。フラクト氏ですが、妻子を監禁した方法です。食帝は流民帝の増築に携わったと聞いています。彼らの研究、何か関係しているのでは。その件については私が調査しておきます。ですが、その方法が何であれ、流民帝が解放されればフラクトシデスも動き始めるでしょう。それはかえって好都合です。わらわは漂白者と共に光天石へ赴き、レイン様を探しましょう。我々が派手に動けば向こうも本腰を入れてくるはず。そこを狙い、一網打尽にするのですね。わかりました。密室横の通行を許可します。光天石へ向かうのなら、そこを出て南へ行ってください。心得ています、神医様。上昇さんから始まった運命に、ここに戻った霊院、やはり。真意は前から孔子のことを知っていた。孔子は生まれてすぐ力を見出され、最初の共鳴者となるべく偏帝で育てられた。真意様のみならず、偏帝に仕える人なら多少なり彼女の面倒を見たことはあるだろうね。あの子は幼い頃から責任を押し付けられ、子供ながらの佐賀を殺して生きてきた。霊院に着いた時だってまだ10代。その肩にのしかかる重荷は想像を絶する。ここが真意の言ってた、ええ、おそらくこれも素粒器ね。使い方は最高浜にあったものと同じはず。入り口は崖の上ね。でも封鎖されているみたい。中に入るには遠距離攻撃で3つの最高城を破壊する必要があるね。いや、食帝の人間はどうしてこれほどの仕掛けを作れたのか気になってね。これはわらわたち凡人の理解の域を超えている。少なくとも今までのどんな文明にだって時間の制御を成し遂げたという記録はなかった。となると残る可能性は、祭主が自ら知識を授けたということぐらい。でも祭主がわざわざそんなことをするのはなぜ。光天石に入ったらいっそ注意して、思わぬところに手がかりがあるかもしれない。同時に三つの最高城を破壊できない。そうね、漂白者、ここは素粒器を使ってみてはどう。上にある高圧黒石が見える。あの円盤、ひびが入っているし、高圧黒石の爆発をうまく利用すれば破壊できるかも。
完璧。これで中央の最高城が亀裂と重なった。うん、これなら最高城を同時に攻撃できるね。よくやった。じゃあ早速中に入ろうか。ここにも残像が。いや、本物の残像とどこか違う。これも食帝の仕業ね。実体のある残像を映し出し遺跡の防衛をさせているといったところか。未来のために。あれも仕掛け。なんだか解除されたように見えたね。確認しに行こう。石の門に星のような輝き。陽門か。ええ、ちょっとややこしそうにも見えるけど、根気よく向き合えば大したことはない。陽門に星が浮かんでいるでしょ。星にはそれぞれ対応する陽眼が存在している。さっき解除した仕掛けもこのうちの一つだったみたいね。つまりあと二つの陽眼の所在を突き止めればこの門は開く。これはこの血と鱗、魂師の怪我というより、これはオーバークロックの前兆。どうやら残された時間はあまりないようね。ここにも食帝の痕跡がたくさん残っているね。ボロボロだけど。まさか最初にそんなことがあったなんて。上昇山に着いた頃にはもう重傷だったのだろうね。時の秘宝一つ消え去り、祭司はこの傷により時の流れを正す力を失った。そして行体と逆行の力が残された。つまり祭司がその力で高鎮の人たちを守ったから上昇山がこんな状態になったということ。そうね。でも祭主の傷は徐々に悪化しているらしい。もし祭主が死ぬなんてことがあれば、時間の流れは完全に暴走し、やがて魂衆を飲み込んでしまう。フラクトシデスの所業もただその到来を加速させただけということか。ない、少なくとも記録にはそう残っている。できるのは流民邸で眠ることだけ。それでもせいぜい進行を遅らせるだけで根本的な解決には至らない。そこで祭主と時間の流れの影響を受けない偉人はある策を考えた。祭主がなくした力を共鳴を用いて再現する。素粒器はそのための試作品、つまり
人造の共鳴物。残念なことに素粒子の作用範囲はあまりに小さく、採取の力には及ばなかった。そこへ至ったのなら答えは目前ね。残りの溶岩は2箇所、今は根子に追いつくのが先決よ。また素粒子。二つ目の溶岩はこの先ね。漂白者、今回も素粒子を使って門を復元して。まだ最高潮が一箇所残っている。でもここからじゃ見えないようね。近くに狙える場所がないか探してみよう。浮いている石板に装置が。それを使えば道ができるかもしれない。試してみよう。シリンの姿に変化した。漂白者、氷の壁に勢いよくぶつかってみて。破壊できるかも。ここにも素粒子、使ってみない？浮かんだ石板が道になった。これで高圧黒石を持って水を渡れるね。行こう。ここ、さっき見えなかった最高潮が見えるね。最後の溶岩はここから下に降りるのね。今週無事でいて。
そういうことか。まず素粒子は確かに人造共鳴物だった。強い共鳴の力を与えることで素粒子はその力と共鳴し、同じ共鳴効果を発生させることができる。そしてそのことはわらわが最高波まで抱いた疑問の答えになる。そうとも言えない条件があるからね。素粒子は採取と上昇散の時間の流れがない場所じゃ使えない。それと発生させられる力にも限度がある。記録によると素粒子の出力を上げるため食帝の人間は二次共鳴仮説を提唱した。それは共鳴の力を衝突させることで二次共鳴が起きるというもの。根子がさらなる力を、時の秘宝を得るための二次共鳴、時間の流れを正す完全なる力。ほとんどの実験では素粒子が採取の力を受けきれず粉々になって終わった。一度だけある素粒子が流れを正す力を発生させ、その後すぐ砕けた。この結果は二次共鳴が力を増長させる効果を持つと証明した。その唯一の成功例を分析した結果分かったのが、力を発生させた際装置は過負荷状態にあったということ。そしてその状態は共鳴者のオーバークロックと酷似していたということ。限度以上の力を行使しようとする行為のことよ。このオーバークロックこそが二次共鳴の前提だとその研究者は考えていた。ええ、身に余る力を振るえばその身に破滅を呼ぶ。あと他にも一つ気になる記述があった。素粒子は勝手に動いてくれない。採取と力を衝突させるには人の操縦が必要となる。そして採取も誰かの言うことに従った。ある実験において素粒子が過負荷で自壊する直前に採取に指示を出した者がいるらしい。その実験というのが、採取が力の一部を素粒子に譲渡した例外の実験。どう、漂白者、答えは出た？根子、どうして？大丈夫。漂白者の体は特別で、時間の乱れの影響を受けない。要は、しかし、先生。万丈へ赴いたのはわらわの決断。死として、神として、ただ席を全うしただけ。それに漂白者という援軍をここまでたどり着かせるためには必要なことだった。彼はこの地と深い因縁を持つ人。この局面を打開するには二人の力が必要となる。しかし、漂白者からはすでに多大な助力をいただいているのに。ありがとう、本当にありがとうございます。漂白者、一緒に採取のもとへ行きましょう。そこにあなたの欲しい答えがきっとあるはずです。
今は急を要する。手短に話そうか。今子後天関で何を知った？食帝の記録から妻子は初めての降臨で治らぬ傷を負ったと知りました。そして年月が過ぎた今、制御下にあった時間の流れがだんだんと不安定になり、やがて今週の脅威になろうとしています。その問題を解決できるのは妻子の共鳴者のみ。傷で欠けた時の秘宝を取り戻せば全てを救える。その方法は戦いで共鳴力を衝突させること。そして二次共鳴の瞬間に妻子の共鳴者が限界以上の力を行使して流れを正し、時間の代償を全て消す。たとえ流れを正せるとしても、時間の代償を消せるとしても、あなたが失うものは変わらない。分かっています。世は妻子の思いも苦痛も何一つ理解できていませんでした。現在に至るまでの妻子の決断と提言は全て未来を見通すものです。時間の流れが暴走した今回の事件も高賃の民を守るためのやむを得ない策でした。もし妻子が当時結界を設けなければ、今の今州は荒涼とした大地になり果てていたはずです。それでどうするつもり？妻子が治らぬ病を患っている以上、時間の乱れはどのように拡散し変化するのかは誰にも予測できない。でもそうなれば、上昇さんのこの現状が今週の未来の姿となる。要はその時は予言の欠けた部分を世が補ってみせましょう。これが上昇さんと今週を救い、そして妻子を助ける唯一の方法ですから。それが招く結果を知っていても、戦って妻子との二次共鳴を果たすことはオーバークロックに陥ると同義。そうなれば意識の喪失、最悪の場合存在すら消えてしまう。あなたは無残に歪められ引き裂かれた素粒子と同じ末路をたどるかもしれない。本当にその時が来たとして、あなたにできるの？あなたが無理をする姿をわらわは何度も見てきた。今のあなたはこれまでと同じ、ただ自ら死地へと向かっているだけ。じゃあ先生は？世はただ先生が歩んだ道をたどっただけ。その道には夢を叶えるために命を惜しむ理由などありませんでした。いつわらわがそんなことを教えた？確かに死は人の定め、しかし生きる人にしかできないことがある。生きろ。そして妻子の力を手にするんだ。そうすればあなたが望む救済は叶えられ、未来まで続く。先生、世は今子、あなたが諦めの悪い子だってよく知っているからね。だから漂白者を連れてきた。あなたも薄々気づいていたかもしれないけど、彼こそ妻子と共に戦い今週に貢献した英雄で、上昇山を降りた偉人。
今までの証拠がそれを物語っている。あなたの他にもこの局を破れる者はいる。それが漂白者。先生の教え、肝に銘します。最後に一つ、フラクト氏ですが、妻子を監禁した方法は我々にもわからない。妻子との謁見が叶うかどうかはそれにかかっている。ここで出せる結論は全て推測の域を出ない。あとはこの件を調べている真意様に任せよう。探している神格は入り口付近の石門の後ろにあるはず。最後の仕掛けを解除しに行こう。見て、浮いている床の上に最後の仕掛けがある。まずは床を元に戻す方法を考えてみて。よくやった、偉いぞ。それにしてもこの大量の仕掛け、ずいぶん手が込んでいたね。罠です、気をつけてください。共に旅をしてきたこいつが世界とのつながりを証明してくれる。三つの溶岩を全て破壊できた。よし、石門のところに戻ろうか。神格がある部屋への道も開いたはず。行こう。漂白者、神格はあなたに預けよう。この先はあなたと今子だけで行って。
忘れたの？わらわは案内人。船を漕ぎ山に入り、あなたを今世のもとへ送り届け、そしてあなたと今世に妻子との対面を果たしてもらう。この局面を作ることがわらわのしてやれるすべて。案内は干渉ではない。どんな結末が訪れようとも、それはあなたの決めること。あとフラクトシデスの下っ端がしつこいでしょ。道をきれいに保つのも仕事というわけよ。その通り、あなたこそフラクトシデスの真の狙い。どこで何をしていても奴らの監視から逃れることはできない。とにかく今の上昇さんにはあなたが必要だ。ならばわらわも。この晩のふさわしい場所へと赴こう。あら、行ったそばから。挨拶としては少し失礼だよね。ここは一つ教えてやろう、交流の礼節を。勝利は大した相手ではありません。先生のことだから賞賛があるはず。ここから先は奴らに襲われることもないでしょう。コンレイン様です。コンレイン様がお戻りになられました。すぐ真意様に報告します。流民亭は開かれました。ですがここを立つ前に大事な話があります。はい、調理の予想通りフラクトシデスは食堤の研究を利用し妻子を休眠地に閉じ込めたようです。素粒器を用いたのです。捕虜を問い詰めた結果、フラクトシデスが手先を上昇さんに送り込んでいたことが判明しました。その目的はすでに起動した素粒器を流民艇に設置する機会を得るため、それと上昇山に戻ってくる妻子と接触するため。もちろん
奴らごときに妻子は倒せません。ですが少しでも妻子が力を使えば、その共鳴能力は素粒器とぶつかり合い、逆に自身を傷つけてしまいます。奴らに改造された素粒器であれば話は別。大量の素粒器から放たれた限界以上の一撃によって妻子は傷を負いました。もちろん妻子を苦しめたのはこれだけではありません。奴らは素粒器と妖紋を用いて流民帝の中に妻子の回復を阻害する力場を形成させたのです。その力場のせいで妻子はだんだんと力を失い、ついにあらゆる行動が制限されるようになってしまいました。つまりまず力場の影響を除き他にも問題はあります。高鎮の民は妻子と日々を共にしてきました。だから妻子の状態を多少なりとも感じることができます。そんな妻子に手を出した奴らの計画が上昇さんだけにとどまるとは考えにくい。二人がここへ来たのも何か訳があってのことではないのですか。高鎮の民のため全てを教えてください。はい、全てを伝えましょう。妻子はもともとひどい傷を負っていた。そこをフラクトシテスは狙ったのですね。それにあなたがそんなことまで考えていたとは。確かに妻子は人知を超えた存在です。でもあなたを上昇さんから変帝に送った理由は私を含め誰もが理解できませんでした。今考えてみれば、あなたを継承者として選んだのはいずれ時の秘宝を修復し今週を存続させるためだったからなのでしょう。ただ私は予想外でした。あなたがその予言を受け入れるなんて。妻子と初めて対面したのも確か上昇さんですね。あの頃の世は幼くて何も覚えていませんけれど、こうして上昇さんに帰ってみれば目に映るすべてが懐かしく感じます。灰がかぶった記憶が一瞬で呼び覚まされたような気分です。神様、世は生まれた時から妻子と命を共にしました。しかし世の決断は妻子共鳴者として下したのではありません。それは死の願い、あの時の上昇さんの雪で心を踊った私の心からの願いです。上昇さんに産み落とされた小さな種があちこちへと流され、ようやく最初の場所に着いた。芽生えの時が来たのです。忘れないでください。あなたがどのような選択をし、どのような結末を迎えようとも、私も高鎮の民もあなたの味方です。確かにこの上昇さんには変化がなさすぎました。立ち込める霧を払うには天をも貫く雷が必要なのかもしれません。
高地を出て北へ行くと流民邸への抜け道となる洞窟があります。流民邸の場所は竜をかたどった柱の真下です。二人ともくれぐれも気をつけて。今週これまでの採取に関する情報はただの推論に過ぎない。その通りです。でも世と採取のつながりも失いつつある共鳴能力も確かな証拠。嘘も誠も世は採取に聞かなければいけません。行こう。流民邸はこの洞窟の深部にあるはず。一緒に進みましょう。未来のために。行こう。ここが流民邸。まずは妖紋による拘束を解除しないと。近くの素流器が水を止めた。もしくは時間の乱れによる異常。どちらにせよこれで水面の上を歩けそうですね。ここからだと遠すぎて見えません。漂白者、向こうへ行きましょう。次の一手を決めるにはもっと情報が必要です。採取がここにいるのは確かですが、返事は聞こえませんね。
妖紋。これも三つの溶岩を見つければフラクトシデスの仕掛けを解除できるという説明でしょうか。溶岩も他の部屋への入り口も見当たらない。水の下に何かが。素粒器を使って確認してみましょう。水位が下がった。あれは溶岩。さあ行きましょう。溶岩は目の前でも、まずはこの遮断鉱膜を何とかしないと。再工場を破壊すれば障壁も消えるはずです。最後の再工場はこの深部に。行こう。影に溶ける。残りの再工場は亀裂岩の先か。亀裂岩、高圧黒石があれば破壊できますね。あたりを探してみましょう。その昔、残像の潮が湧き、上昇山周辺も危機に追いやられた。残像から逃げるため、赤ん坊を連れ防屋に隠れる母親がいた。しかし残像が追いつき、身を挺して子を守った母親は命を落とす。そして子も大きな鳴き声を上げ後を追うように息を引き取った。だが奇妙なことに、この石は共鳴を乗せ遥か遠くの採取へと届く。採取はその声を頼りに赴き、神力を振るい蛇を払った。しかし、すでに遅かった。その夜、上昇山に流銀がとどろき、山頂が黒雲に覆われた。そこには、雷電を携え、死した子を連れ帰る採取の姿。瞬く間に霧が晴れ、流星が天より落ちた。採取は上昇山にある時間の流れの力を借り、7日7番を経て、こう蘇らせた。その後、その蘇った子こそが祭祀の共鳴者であり、いずれ今週霊院となるものと言われた。
ええ、世のことに違いありません。物心ついて以来、世はずっと今州にいました。この話は一応耳に入ったこともありますが、世にとって祭主はただの神様ではありません。世を生かし育てた恩人でもあるのです。ここまでの道で世も少し考えました。もし予言が本当に祭主によるものならば、なぜいずれ相対する者を助けたのかと。でも今ならわかります。世は祭主の共鳴者。天地を逆転させるほどの力はなくても、祭主の失われた時の秘宝を宿す身です。もしこの今週も上昇さんのように狂った時間の流れに飲み込まれたら、世は今週を救うことのできる唯一の存在となってしまいます。ただ予言にある世と祭主の戦いは遠い未来に起こるはずでした。きっと祭主は待っているのです、すべてが噛み合う瞬間を。だからすべてを世に隠してきた。しかし今が祭主が待っている瞬間でなくても、世の体はこのような状態でも祭主のもとへ行き、真実を問いただして避けられない戦いを果たす。使命を放棄しろというのですか？それは考えたことがありませんでした。正直葛藤することはありました。ここまで来られたのは世一人の力だけではありません。調理先生と真意様とあなたと今週にいる皆、皆から大きな力をもらいました。世の蘇生も他から見ればただの哀れみですが、それでも世にとっては温かくて大事な出来事です。今週は世の故郷、大事な全てがそこにはある。たとえ霊院で亡くなっても、それを見殺しにすることなどできません。世は大丈夫です。時間の乱れに巻き込まれたものと比べたらこれくらい大したことありません。いずれにせよ祭司との対面は避けられません。世の力は祭司と同源、どちらかを救うにはどちらも救う必要があります。戦いは避けられません。世が戦わなければ今州が滅んでしまいます。世が戦えば祭主と共に今州も助けられる。代償はこの身一つだけ。それで皆を守れるのなら喜んで差し出しましょう。もちろんこれは最悪の場合です。世は死に急いでいるわけではなく、ただ可能性を勝ち取るために全力を尽くしているだけ。だからまだ悲観する時ではないと思いますよ。信じていただきありがとうございます。思えば今週にあなたが来てから様々な幸運に恵まれてきました。ありがとう、漂白者。今回世とあなた二人が揃ったからこそ
上昇さんの件が解決できると先生はおっしゃいました。妻子とあなたも縁が深いゆえに、世の決断もあなたの指示が必要です。でも心配はいりません。世は運命に曲げられることなく、自らの意志で飛び込むと決めました。この旅路をあなたと共にできて楽しかった。まずはこの辺りを探してみましょう。行こう。行こう。溶岩もこれで最後。段階は破壊できました。これで溶岩も作動できるでしょう。静かにしろ。これで妻子は拘束から解放された。はい、おそらく。まずは妻子のところへ戻りましょう。
りだな。それと御者、今は漂白者と呼ぶべきか。いかなる理由であれ、あなたが現れたここは本州の未来を決める岐路。記憶を失った赤子は刃を手に取るか、夢見の眠りにつくのか。未来の種は今落ちようとしている。すべてが終われば答えよう。今のあなたにできるのはただ見届けることだけ。はるばる上昇山へ来た今士よ、我を救う他にすべきことがあるのではないか。とんでもございません。今士はただ全てを教えていただくために参りました。今の上昇山は時間の乱れが頻発し、人々がひどく苦しめられています。ならば時間の流れとその傷の真実はもはや隠すべきではありません。汝の意志確かに受け取った。望んだ瞬間ではないな。今は動くより他ない。我は寿命を迎えようとしている。天地と共に生けるこの身に寿命などあるはずもないが、流民邸がなければこの命が今日を長らえることはできない。しかしこれもまた不確かな策である。故に我は死を一刻でも遅らせるため流民邸を幾度となく起動させた。だがついに時が訪れようとしている。フラクトシデスに与えられた傷がもはや癒えることはない。今週は交流の誓いから消えるだろう。我が上昇山へ落ち残像町を退けた日、時間の流れは死産を始め今週の破滅が定められた。もちろん我も天命に抗い均衡を保たんと力を尽くしてきたつもりだ。もし時間の流れが死産すればその制御は失われ暴走し、あげく今週を飲み込んでしまう。未来永劫乱れのうちにとらわれ、過去は未来、生は死へ転じ、喜びも憂いも消え去る。そしてこの地に生ける者に際限のない苦しみが降り注ぐ。しかしこれは我が引き起こしたことならば我が終わらせよう。この命を賭して
本州の時を止める。さすれば沈黙が訪れようとも滅びは免れ、今週に未来は残される。それ以外の方法はないのですか？これが残された唯一の策だ。ではお断りさせていただきます。10年、100年、もし誰も今週を救う策を見つけられなかったら、いつか今週は皆の記憶から消えてしまう。そうなってしまったら、この地を思う人もいなくなるでしょう。今週の運命はそんな不確かな未来に託すべきではありません。我は未来を見通す者。これは無尽なる水より導き出された答えである。それに異を唱えるというのなら、策はあるのか？今上昇さんを脅かす時間の流れは、我の力によりかろうじて均衡が保たれている。その力が消えれば、この地は煉獄へと生まれ変わろう。確か余とあなたは戦いを免れないと予言しましたね。そうとも。はじめはその予言を理解できずにいました。あなたと食帝の人間が行った実験を知るまでは、共鳴し合う二つの力が二次共鳴を引き起こせば、世が自分の限界を超え、あなたに代わり時の秘宝を使い、全ての時間の流れを正すことができる。つまり世はあなたと戦わなければならない。戯れを。我の力とぶつかり、少しでも制御から外れれば、たちまち魂なき死骸となる。その痛みも今の汝を襲うそれの日ではない。さらに時間の狭間の中で、肉体と精神が引き裂かれる苦しみを永遠に味わうことになる。世はあなたと同じように死力を尽くして今週を守りたいのです。それこそが世の生を受けた理由だから。今週最後の機会をやろう。汝の選択の機会を。今のあなたにできることはない。だがそうでない時が訪れよう。我が時の秘宝を今世に譲渡する瞬間、彼女は生死の境をさまよう。
あなたがいれば彼女を救えるやもしれない。だが少しでも気を誤れば本誌に揺るがぬ終焉が降りかかる。私は一度死んだ身、あなたに救われたから今週の今をこの目で見届けてきました。だからその思いはあなただけのものではない。今週は世の生まれ育った故郷、それが危機に瀕した時世にできるのはこの命に代えても大事な全てを守り抜くこと。命を無意にする、その決断の重みを理解しているのか。あなたの考えはごもっともです。それでも世があなたの予言にのっとり自ら戦いを挑んで二次共鳴を、時間の流れを正す大役を果たそうとしたら、あなたは答えてくれますか。我の秘宝を引き継ぐ、その自信はどこにある。汝は我の共鳴者ではあるが、我の力には遠く及ばない。戦いとなれば無事で済む可能性など微塵もないだろう。 いえ、可能性ならあります。魂が消えようと、永劫の深紅に囚われようと、たやすく死ぬつもりはありません。能力の引き継ぎは一瞬で行われる。ならば世の息がある限り、あなたの予言にない未来をつかみ取り、あなたと今週を守ることができるはずです。この世であなたと剣を交える役はあなたの共鳴者以外に務まりません。世こそがあなたが今週という番に打った最後の一手です。我と戦い、凡夫のその身を捧げようというのか。覚悟はできています。いいだろう、婚礼院婚子、上昇さんの頂へと向かえ。その力を持って勝利をつかみ取ってみせよ。御社よ、こたびはいかなる選択をなすのか。潮の行き先は分からずとも、この一戦どうか見届けてくれ。祭りごとをなすのは徳を重んじるもの、覚えましたか。はい、祭りごとも他と同じです。民のためになるものこそ徳となります。霊院の任につく者には名が与えられる。これからは君子と名乗るがいい。この世は汝の目にどう映る。暗くて明るい、この場所と同じです。でも目に入る全てが黒くても、ろうそくは光を放っている。火を灯すたやすいことではない。はい、
だからこそこの暗闇の中で一層明るく見えるのだと思います。この先は我の領域、そこで婚礼院の挑戦を待ち、本州の未来を決めるとしよう。脅迫者、この門はあなたにしか開けられない。未来の鍵はあなたの手の中にある。この門が開けば今週は運命の一戦に挑むことになる。裁量の結果は今週が力を身に宿し時間の乱れを正すこと。そうすれば誰も犠牲にはならない。最悪の結末は彼女が力を使いすぎてしまい死んでしまうこと。でも俺が門を開けなければあなたは最後の力を使い今週全体の時間を停止させる。その通り。さあ、あなたの選択を示す。漂白者、この時のため長い間準備をしてきました。もう今週の風景が見れないのかもしれないと思うと寂しいですけどね。でも要はそのためにここへ来た。今週の人々が大好きな美しい景色のため、今日に至るまで今週の民は幾度となく血と涙を流し交流の安寧を守ってきました。その今週を待っているのは輝かしい未来であるべきです。だから世は今週として、今週の民として、婚礼院としてその未来を守ります。漂白者、始めましょう。融雪、しくじった。舞い上がれ無礼者。
の力で。一度決めた以上、世は決して引きません。火を灯すのはたやすいことではない。確かにその通りです。でも、世が示します。揺らめく灯火でも、空を照らすことはできると。また来てくれ。私のところに来る。どうですか？全部可愛いですよね。我が御社よ、その権限を持って時の秘宝を今世に渡すことを許可してほしい。交流の友は俺は身を捧げるか。残りのもあげちゃうからね。その選択、確かに心得た。輝かしい未来であるべきです婚礼儀にふさわしい器であること、確かに見させてもらった。約束通り今週の未来を何時に民に返そう。今週に送り届けよう。
全てが落着した。今こそ約束を果たす時。聞きたいことあらば存分に聞くがよい。我は祭主カク、本州の導き手であり、本州の万事万物を司る者である。あなたは我の御者、つまり我の主。今週は我々がかつて設置した城、我はその文明の繁栄を守るようあなたから命を受けた。我の知識はあなたから与えられたもの。あなたが知らないのなら我の理解は及ばない。聞きたいことあらば存分に聞くがよい。ソノラを開く鍵はかつてのあなたが残したもの。あなたは歴史の一部として文明に介入し、選択と結末を見届けると言った。つまり時の秘宝の譲渡にもあなたの許可が必要。能力の譲渡も生死も我の一存では決められない。聞きたいことあらば存分に聞くがよい。今世が時の秘宝を身に宿した今、秘宝は完全なものとなり、乱れによる災禍はやがて消え去る。今世が名実ともに今州の主となったのだ。この先我にできることはほとんどない。この結末も予測はしていた。だがここへ至ることが困難だということも知っていた。ナスには力と心の両方が不可欠だ。早く明言していようとも彼女を迷わせるだけ。それに今は予言の瞬間ではない。フラクトシデスの介入により大きくその木がそれてしまった。聞きたいことあらば存分に聞くがよい。上昇山から流れの川は去った。これより人の往来が再開するだろうが、高賃の住民には時間の代償が残された。幸い本市の力に守られたものであれば、上昇山から出ない限りその代償を自ら払うことはない。目下は一時しのぎになる。だがそれも一時の辛抱だ。千年前から変わらない上昇山に春雷が轟いている。やがて万物に神聖が訪れるだろう。高賃も必ずや新たな一歩を踏み出し、あるべき日常を取り戻す。聞きたいことあらば存分に聞くがよい。その王冠、奇妙。何事？漂白者、誰かにいじめられたのか？ほほう、さてはこのでっかいのだな。ここは我がちゃちゃっと。
な。なんか悪者っぽくないな。それにこの匂い、今週で嗅いだ不自然な匂いと似てる。なるほど、お前が最初か。こんにちは。あ、ていうか漂白者、なんで今まで起こさなかったのさ。いいとこ全部見逃しちゃったじゃんか。バレと似たような気配だが、まるで別物。バレにもわからない。しかしその温魂に宿ったということ自体はあなたの意志によるもの。御社よ、ブラックショアという場所に心当たりは？ブラックショアはあなたの今回の始まり。知りたいことがあればそこを尋ねるといい。案ずることはない。潮に身を預けよ。さすれば原点へとたどり着く。御社よ、一度高知へ戻り友人との再会を楽しむといい。この上昇山から結界は消えた。高知もまた新たな未来を迎えるだろう。前回の続きから。上昇山の頂から放たれた光は雲を吹き飛ばし雪を溶かした。そこで天日に照らされるは仙女のごとく佇む白き少女。指を振れば山も町もみるみるうちに様変わりする。その少女こそ死してまた蘇った今週の霊院様。天に春雷がなり、日差しが惜しみなく地に注ぐ。まさに父に陥れて後行く。この一難なくして生まれ変わることなどなかっただろう。ええ、大丈夫よ。私たちの狙いは別にある。欲しい答えはもう見つけた。二次共鳴は採取の力と対抗できる。しかも人工共鳴は不可能じゃない。それに例の漂白者、はあ、美しい音符たち、うったりしてしまうわ。そう思わない？そろそろ時間よ。行きましょう。牢屋にいる誰かさんのためにもね。